千仏塔1863年六葉寺は、中華人民共和国関東省甲州市、古市州区にある仏教寺院。甲州市内で最も古い建築物とされる六葉花塔が存在する。1997年、甲州市の十大観光名所に選定されている。資金に甲州将軍府があり、陳皮姉妹が幼年時代を過ごした。六葉寺は、 南北朝時代の南朝張の大道三年に、甲州に建設され、もともと宝荘厳寺と呼ばれていたとされている。北宗の政治家で、詩人、書家としても知られる祖職が、清宗によって甲州に左遷された際に、この寺を訪れ、そこで、彼が見た六本の幼児の美しさを称賛し、六葉と書いたことから、以後六葉寺と呼ばれるようになったと伝えられている。六葉寺は、 北宋の時代に全焼した後、再建された。寺の中央に位置する千仏塔は、昭生四年に建てられた。塔の外観が花びらが重なり合った花のようであること、塔のてっぺんが花びらに似ていること、また、塔外面の色彩が豊かであることにちなんで、花塔とも呼ばれる。花塔は、当初正方形の基部だったが、昭生四年の再建の際に、 現在の発展系の規模となった。明朝前期に起きた火災の後、後部6年に再び再建され、高所25年に復興した。大人、5元、子供、無料、シニア料金、無料、団体は10人、以上4元。なお、花塔に入るには別に10元かかるが、花塔の最上階まで登ることができる。六葉寺付近には在校襲外国領時間が、 存在することから、甲州を訪れ中国人の子供を国際養子として引き取ろうと考えている家族が望み通りの養子をもらうために六葉寺の観音菩薩像に祈るという習慣がある。ありがとうございます。